あれぐらいの反応速度で座ってくれたらね、それだけで安心はし、安全になると思いますのでね、ぜひそこでの座れ、いつでもしっかりできるように、あとちょっとね、今日みたいに検査してみてください。下の状態が悪い時に座らせてみたりとか、下の材質が違うところで座らせてみたりとかね、やってもらったらいいかなと思いますのでね。はい、じゃあ今日はここまでにしておきましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。